クレーマは、イタリア共和国ロンバルディア州クレモナ県にある、人口約3万4千人の基礎自治体。セリオ川のほとりにある、カトリック司教の所在地。クレーマ教区の資料によれば、セニガリア在住のピウス九世が属する一族、マスタイフェレッティケの起源がクレーマである。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り、気候分類では、ゾーナイ。 2506GG に分類される。また、イタリアの地震リスク階級では、ゾーナ3に分類される。クレーマの起源は6世紀のランゴバルト人の侵略と関連付けられる。ただし、4世紀に古代ケルト人もしくは古代エトルリア人の末裔が作ったという説もある。歴史書に最初に登場するのは11世紀である。当時は、ザ沢ノの伯爵の領土だった。その後、 トスカーナの公爵ボニファーチオディカノスサとその娘、マティルデに支配された。マティルデは197 19年、クレモーナの主教にクーレーマを譲った。この頃クレーマは栄え、養毛産業は19世紀に至るまでクーレーマの主要産業であった。皇帝派に対抗する協定をミラノと結んだが、その後1159年にフリードリヒ一世に破壊された。 1185年のコンスタンスの講和の後、カストルムの建設を許可された。ハインリヒロクセイは同盟関係にあったクレモーニにー・デーマを変換した。1199年に、クレーマは新しい壁などによって補強された。13世紀には豊かになり、有名なクレーマ大聖堂やプレトリオ宮殿が建設された。1335年に、 アッツオーネ・ビスコンティの支配下に置かれた。1361年にはペストが流行した。1403年から1423年までのベンツオーニ家の支配の後はビスコンティ家の支配に戻った。1449年以降はベネツア共和国領となった。ベネツア領となったことによってスペインの支配下となったミラノ公国の衰退から守られた。この時期に 視聴者や司教館が建設された。また、1490年にサンタマリアデラクローチェに教会が建設された。1580年には司教所在地となった。17世紀には工業の不振により衰退が始まったが、農業は繁栄していた。1797年のフランスの占領を経て、1814年以降はオーストリア領となり、 イタリア統一と共にイタリア領となった。クレーマには以下の分離集落がある。映画、君の名前で僕を呼んでの撮影は大部分がこの町で行われた。ありがとうございます。